い、こんにちは、矢田部です。今回のワールドカップ見てて、顕著だったシュートあるんで、この辺を今日は中心にやろうと思います。ちょっとキーパー入ってください。でですね、フットサルゴールなんだけど、基本的に今まではこうやってキーパーが遠いサイドを低く狙いなさいっていうふうに教えてる人多いんですね。で、これはまあもちろん一つの、基本なんですけど、これなぜかっていうと、ね、ここでキーパーが弾く、またポストで弾いた時に詰めやすいからっていうのが一つのセオリーらしい。いや、ごもっとも。ね。だから、ただね、今回のワールドカップもそうなんだけど、やっぱキーパーはその基本聞いたら警戒したいよね。逆サイドをね。だから、今回ネイマールもそうだったし、浅野選手もそうなんだけど、まあこれ前に俺一回言ってんだよ。ここでキーパーだ、どこ狙いますかって言ったら、これで遠いサイド側だけを警戒したいんでしょ。で、ここで逆サイドを狙いたいと思ってるから、飛ぶ用意してるじゃない。でも今回浅野選手もそうだけど、ここだったでしょ。これ、ニアサイドの上をぶち抜くのが、今回のネイマールが、あれどこでやったんだっけ？クロアチアだ。クロアチアでキーパーいないのに、ここで上にこう入れてったのはちょっと印象的でしょ。ここなんですよ。ノイヤーでさえ避けるんですよ、あそこね。ノイヤーだってもうちょっと寄って。ノイヤーでさえ、あそこの右上のとこは避けたよね。だからこれ、前に、ね、ちゃんと、ある程度やってる、もうトップレベルは、右上だってやつやってるんですけど、今回はっきり出たと。で、ここの練習はキーパーほとんどしてないんですよ、右上。だから、PK でもそうなんだけど、下はもう、ね、もう大体練習し尽くしてるはず。だから、やるんだったらもう一個上なのかな。上の、こう、斜めに行く感じでしょ。ただ難しくなってきたね。ここは取れないよね。下は多分ね、横飛びで届くんで、狙うんであれば、まあ上だね。でも右上が一番いいな。ここ、あー危ない衝撃映像ですね。ね、でもこっち行くと思ってるでしょ？向こう側を見て、向こう側を見て、右上ですよ。ここですよ。っていうのを、やっぱり練習でやっていきたい。いいですか？今、あえてこの距離でやってますけど、実際の練習ではこれを容赦なくやりまくってほしいと思います。ということで、チャンネル登録お願いします。